王貞治会長、放出される会の広し27に伝えたいこと。今回の FA と人的保障をめぐって王会長自身が動かれたことはある。僕は決定した段階で会のっていうのが指名されたと聞いただけです。会の選手に伝えたいことは、球団がそういう方針で決まって向こう西部から求められて会の選手が入るわけだからね。あとはもう頑張ってくれとしか言いようがありません。山川、お前が始めた物語だろ。会長とか言ってもお飾りなんだろ。相談役みたいなもんで、そこまでして山川が欲しい理由がわからない。帰宅の際に嫁子供全員玄関で土下座で出迎えさせてた人間は言うことが違うな。王が口開くってあの番組を連想させる。会のっていうのって王は会のの存在を知らなかったのかな。王貞治の素晴らしさ、バースに対する敬遠指示をしていないのに敬遠している選手を放置。大英時代も敬遠してなかった。万節汚しまくりの松本人志と王貞治、和田は西武へ行ってたら男をあげてた。王貞治はすごいよ。本塁打王記録がかかるバースの敬遠を指示していないのに目の前で敬遠してるのそのままだから、もう何も喋らない方が良いだろこの人。和田引退で金銭になるより選手が欲しい西武がリークしたってところか。このタイトルで頑張ってくれとしか言いようがないってプロの物書きとして恥ずかしくないのかな。こんなコメントならノーコメントの方がマシだな。現役時代は性格悪かったらしいし、もともとこういう人なんだろう。なぜか成人扱いされてるけど、西武が人的保障で巨人から内海を獲得した時、巨人ファンから空気読めとブーイングあったけど、球団はそのまま内海を送り出したよ。海野のことはよく知らないのかな。もう現場のことはよくわからないのかね。ご視聴ありがとうございました。